はい、どうもあきらです。今回はゆうりさんのレオアコギの弾き方について解説したいと思います。で、この曲ですね、実は A メロとサビが同じコード進行なんです。ショーケースの中過ごしてた、誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだ、あの日君に連れられるまでは。B メロだけちょっとコードが変わるって感じなんですけども、じゃあ何のコードを弾いてるのかっていうと、ここカポにつけていただいて Am で F メジャーセブンスなんですけど、 F メジャーセブンスってこっちで覚えてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ベース音が足りないって僕は思うので、おしゃれなね、ジャジーな感じの F メジャーセブンの押さえ方があるんですけども、多分これテンションコードになるかなと思います。で、僕はこっちで行ってます。この5カポなんで手の間が狭くて弾きにくいんですけども、まあ、頑張って弾くという感じですね。 A マイナー、 F メジャーセブンス、 G、 C で半音、この繰り返しです。で、問題の B メロいきますね。ですね、ここ若干ややこしいかなと思いますけども、でこの「ジョー」っていう音はコード名がわからないんですけど、 G の6弦の3フレットと5弦の2フレット、ここをずらしたコードです。でこの一瞬この「トーンナ」の「ナ」は C、「時でも」っていうのが C ですね。「そばにいて」っていうのがE から A マイナー、君が言うならのとこなんですけど、あの F メジャーセブンスの小指足すやつ、君が言うならあーあー、でこのあーあーのところ、もし余裕があったら G サース 4G って言ってほしいですね。君が言うならあーで一瞬E 挟んでサビって感じです。 A メロとサビが全く同じコード進行なので、ちょっと B メロの若干コード変わるところさえ克服できたら、あとは割とこの曲すんなり弾けるんじゃないかなと思います。でこの曲基本的に右手はアルペジオですね。1個ずつ弾くよりも僕はちょっと音を2つ同時で鳴らすみたいなやった方がよりっぽくなるんじゃないかなと思ってます。で具体的には5、4って親指で言った後に、人差し指中指で3弦2弦を弾くみたいな感じですね。親指で4弦ってやるとっていう流れになります。 F メジャーセブンスの時は6弦から C で半音下がるってところは、まあ、別にあのそのままベース音だけ弾いてもらったらいいと思います。ちょっと右手ゆっくり、弾いてみますので、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、こんな感じですね。アルペジオで A メロとサビは弾けます。で B メロみたいにコードチェンジが早いようなアルペジオの時は、まあ、あの僕はですけど6弦と3弦と2弦とかを同時にこう弾いてますね。
ちょっと右手ゆっくり弾いてみます。最後のズラーンみたいなやつ、薬指中指人差し指みたいな感じでこう下にまっすぐっていうよりかはパーするみたいな感じでこう開くとなんかフラメンコみたいな音になります。でズラーンっていうのを入れた後にサビいくみたいな感じですかね。っていう感じが、このレオの右手アルペジオについてでした。あの例のごとくユーリさんの君が誰かと暮らすこと、ちょっと雰囲気変わるところあって、そこコード違うやんけってなるんですけども、もし需要があれば解説したいと思いますけど、大まかな流れはこんな感じですね。はい、ということでユーリさんの名曲レオのアコギの弾き方について解説させていただきました。僕のチャンネルでは普段アコギの弾き方とかを中心に発信しております。でまたアコギ初心者の教科書っていう無料プレゼントをメルマガ登録者さん限定でお渡ししているので、概要欄のところからぜひゲットしてみてください。最後までありがとうございました。アキラでした。